親愛なる兄弟姉妹の皆さん、ハカンです。私は平和と愛のうちにあなた方に挨拶します。あなた方の中には睡眠状態の間に私たちの船に乗っている人もいます。私たちは過去世をよく覚えており、したがって過去の過剰介入もよく覚えています。あなたには私たちが今日介入することが最善の解決策であることは明らかだと思われるかもしれません。しかし、例えば1年待つということは、人類が自らを解放する合理的な可能性があるということです。グレーハットたちは舞台裏であることを行っており、人類の意識は高まっています。つまり、グレーハットたちが何もしなくても人類が自らを解放することは不可能ではないのです。そして可能性は低いですが、起こりうるシナリオとして、私たちによる不必要な介入は、例えば100年間不安定と苦しみを引き起こす可能性があります。100年の苦しみを防ぐために、今1年間の苦しみを味わう価値はあるかもしれません。しかし、同意しないかもしれないと思いますが、あなたは現在の痛みを深く体験している一方で、過剰な介入によって引き起こされる潜在的な苦しみは、あなたにとって非常に抽象的なものであることを心に留めておいてほしいです。ひどい痛みを抱えている人は、明らかに将来の痛みよりも現在の痛みを気にしています。しかし、私たちは同時に、今過剰介入すれば代償を払うことになるかもしれない将来の世代に対する責任も感じています。基本的に私たちは介入のジレンマを抱えています。それは基本的に次のようなものです。何十億人もの人々の現在の苦しみと、私たちが過剰に介入し不安定な状況を生み出す可能性のある潜在的な苦しみをどのように天秤にかけるのか。つまり、一方では現在の苦しみがあります。一方では、私たちが介入しすぎることによって起こりうる比較的長い期間の潜在的な苦しみがあります。どちらが悪いのでしょうか。そして、どの時点で現在の苦しみを終わらせるために介入するのか。これは数式を解くだけでは答えられません。私の考えでは、ここに唯一の客観的な正解はありません。私たちにはこのジレンマに対する悪い解決策としか思えない答えもあれば、このジレンマに対する最も悪い解決策としか思えない答えもあります。私たちが相対的に最良の解決策ではなく、最も悪い解決策というのは、すべての解決策がある意味で悪いものであること、つまり現在の苦しみを伴うもの、およびまたは将来の苦しみのリスクを伴うものであることを認識しているからです。私たちの観点から見て、ただ純粋に良くて幸せな解決策は一つもありません。しかし、私たちが悪いと考える解決策もあれば、私たちが最も悪くない比較的良い解決策と考える解決策もあります。例えば、何か不測の事態が起こらない限り、2023年に私たちが介入することは、私たちから見れば悪い答えです。なぜなら、グレーハットたちが最終的に行動を起こすためのあまりにも多くの機会を犠牲にするからです。私たちは最近、水面下でのルートも含めて動きなさい、さもなければあなたも逮捕するかもしれないという新たなスタンスを彼らに伝えました。これにより、まだ展開されていない新たな状況が生まれます。それに、グレーハットたちはある計画を持っていて、現在すでに何らかの行動を起こしています。したがって、グレーハットが近いうちに大きな動きを見せる可能性はあります。介入を急ぐ派の銀河人の多くでさえ、グレーハットたちに警告を発した後、2から4ヶ月の猶予を与えることは良い決断だと同意しています。睡眠中に私たちを訪問し、起こり得るタイムラインを明確に認識すると、多くの人々が同意しています。ガイアもまた、グレーハットたちにあと2から4ヶ月を与えることに同意しています。というのも、そうすることで
将来のリスクが大幅に軽減されるからであり、結局のところ、あなたが自分自身を解放することができれば、それは地球人類にとって本当に良いことになるからです。2023年の残りの期間は、公開大量逮捕を行い、情報開示のプロセスを実質的に開始する必要があります。情報開示とは、単に文書を公開するとか、誰かがどこかで演説をしたりして、主要メディアが報道しないので、すでに目覚めている人だけがそれを見る、ということだけを意味するものではありません。そのような情報開示は、ほとんど合唱団への説教です。EAS、EBS のメッセージであれ、主流メディアの乗っ取りであれ、スリーパーが目にするタイプの情報開示を意味します。結局のところ、子供たちを含む多くの人々が毎日苦しんでいるのだから、開示の量は相当なければならないということです。それゆえ、主流メディアが物語に反することを一つだけ示し、その後も偽情報を押し続けるような情報開示の遅すぎる展開は、現段階では十分ではありません。通常の汚職など、情報開示のうち理解しやすいものから始めるのは問題ありません。しかし人々は最終的に正義が再び回復されたことを理解する必要があります。誰かが汚職をしていることが明らかになれば、その人も逮捕されるべきです。そして、その事件を裁く裁判所の判決自体が明らかに腐敗しているのであれば、本来の腐敗した人物だけでなく、場合によっては腐敗した裁判所も軍事法廷に引きずり出すべきです。法律を破れば最終的に混乱に陥るという議論があるのは承知しています。が自分が今どのような状況にあるのかを見てください。法律の範囲内で働くことは、あなた方にとってどのようにうまくいきましたか？率直に言って、私たちの観点から見れば、特定の法律を破ることではなく、何百万人もの人々を苦しめていることに警鐘を鳴らし、直ちに懸念を抱かせるべきです。私たちから見れば、数百万人の苦しみが特定の法律よりも重く受け止めるべきなのは明らかです。現実的に言えば、法律は闇の支配者たちのコントロール、防衛メカニズムとして機能しています。そして闇の支配者たち自身のやりたいことを法律が阻止できるわけではありません。そしてもしあなたが、もし私たちが法律を破ったら、私たちは彼らと同じであると主張したいのなら、あなた方の建国の父たちがイギリスの支配よりも劣っていたと思いますか？あなた方の建国の父たちが法律を破ったからです。おそらくあなたは建国の父たちが英国の統治ほど悪かったとは思っていないでしょう。さて、それでは誰かが法律を破っても道徳的に正しいということが証明されました。おそらくあなたが高潔だと思っていても、それでも法律を犯した人々は他にもたくさんいます。したがって明らかに法律を破る人々は自動的に闇の支配者ほど悪いわけではありません。あるいは銀河法を使用することもできます。銀河法の下では無実の人々に危害を加えるために活動していることが証明できれば、必要であれば軍事法廷を使って人々を裁くことができます。銀河法についての詳しい情報は、公的な大量逮捕に対する完全な法的根拠となるため、ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。2024年になった後、もし公的大量逮捕や大幅な情報開示が行われていなければ、私たちはいつでも介入することができます。その時までに行動を起こさなければ、私たちは銀河法に基づき、銀河法廷であなた方グレーハットの責任を問う決定を下すかもしれません。私たちが議論したように、私たち銀河人はグレーハットにもう少し時間を与えたいと思っています。したがって、私たちが2023年に介入することは悪い解決策であると考えられます。ジレンマに対する悪い解決策のもう一つの例は、例えば2027年半に介入することです。それは明らかに私たちが待ちすぎていることになります。
もう一つの最も悪影響の少ない解決策は、皆さんのコメントも踏まえて、私たちが今採択した新しい方針です。この新しい方針は、私たちが介入する条件を厳格化したもので、事実上、銀河人はおそらく2024年か2025年に介入するということに集約されます。つまり、もう2026年まで待つ必要はないということです。ただし、2024年か2025年、あるいは2026年までの介入を完全に保証することはできません。言い換えれば、あなた方の意見に一部基づいて、可能性の高い介入期間は、もはや2024年から2026年ではなく、現在は2024年か2025年です。ただし、もしグレーハットの大きな動きがあれば、あなたを完全に解放することなく、生活状況を大幅に改善するような動きでも、私たちは新しい状況を再び評価し、介入方針をどうすべきかを再び評価することになるでしょう。したがって、おそらく2024年か2025年に介入することになるでしょうが、具体的にいつ介入するのでしょうか？それは地球上の人々の自由意志による選択次第です。介入する正確な瞬間は、ほとんどの場合、イベントとエネルギーに左右されるもので、時間に左右されるものではありません。私たちは最も悪影響の少ないオプションの中で、可能な限り迅速な介入に対応するオプションを選択しました。これは事実上、2024年か2025年に介入する可能性が高いことを意味します。また、この2024年から2025年という期間の中では、介入は早いに越したことはないという意見が大半であることも理解しています。